はい、どうも、佐々木塾、塾長でございます。面白い覚え方シリーズを久しぶりにやっていきましょう。ね。今回はですね、英単語です。で、英単語の、そのまんまじゃんみたいな、英単語をこうやって並べましたので、どうそのまんまなのかを、これから紹介していきます。はい、まずこれ。バーン。ボーン。爆弾です。ね、爆弾爆発した時の音そのまんまですよね。バーン。この B 読まないですかね。バーンかボーンっていう風に読むんですけども、ね、そのまんまですよね。爆弾。ね、はい。次のこれ。ちょっと発音難しいですよ。ね、through。th は、舌を軽く噛んで、って言いますね。で、rue は舌丸めますね。through。ね、まあ私もあんま上手くないんですけど、through。ね、スルーですよ、スルー。お前、スルーすんなよみたいなね。ね、無視するみたいなことスルーって言うじゃないですか。スルーは、まあ、通り抜けてみたいな感じなんですけど、そのままじゃありません。スルーと通り抜けてる感じですよね。あの、ドライブスルーとかも、スルーですよね。こう、ドライブして通り抜けるから、ドライブスルーって言うのかな？言わないのかな？ね。みたいな感じですね。はい、次。もっとそのまんま。台風。PH、ふんときは下唇を噛みましょう。台風って、台風のことです。ね。台風。もっとそのまんま。津波。これ、冗談じゃなくて、本当にそのまんま津波。あの、サザンオールスターズのね、歌にもありますけど、これ実は英語で、そのまま、津波って言うんです。ね、なんとこれアクセントで。え、本当？って言う人いるんですけど、まあ調べればわかりますよ。あの、辞書引いてください。こういう単語あるんで、本当に。そのまんま。ローマ字読みそのままですよね。津波です。ね。私もこれ最初聞いた時にね、昔あの、テレビ番組で、ね、あの、久米宏の、久米宏とか言っても、今知らない人多いと思いますけど、ね、久米宏のなんとかっていう番組でね、あの、これが英語だったこと知って衝撃を受けましたね。本当かなって私も思って辞書で調べたらね、本当だったんで、あの、覚えてるんですけど今でも。はい。シーソー、公園のあのシーソーです。これもあの生徒にね教えるとき、 see、 これ見える、ね、見る、ね、会う、ね、それの格言がそうですよね。シーソー、あれ公園のシーソーだよってよく教えるんですけど、これ本当ですよね。公園のシーソー。これ、ダジャレじゃなくて、こう書くんです、本当に。シーソーって。ね。このソーは伸ばしますからね。ソー。ね。シーソー。これ、シーソーのことです。ね。あの、ぎっこんばったんとか昔言いましたけどね。今も言うのかな。ね。最近あんまり見ないですよね。危ないっていうので、なんかどんどん撤去されちゃってるんですかね。ね。そのシーソーのことですね。ロード。ロードは逆にして、道路の意味です。ある意味そのまんまですね。逆にしちゃえばそのまんま。で、こういうふうになんかダジャレなのかダジャレじゃないのか、なんか微妙な、っていうかダジャレどころかそのまんまみたいな、本当にそのまんまみたいなのも、ね、他にもいろんな単語あると思うんですけど、ただですね、これはやっぱり言葉ってのは、なんて言うんでしょう、あの、大元は同じだったりするっていうのがあるらしいんですよ。どういうことかっていうと、このファイヤー、最後にファイヤーね、ご存知ですよね、火のことですよね。火とファイヤーってちょっと似てるじゃないですか、ハヒフヘホで。これ何から来てるかっていうと、昔は、火を起こすときに、ふーってこうやって、ふーってこうやって吹くわけですよ。空気入れないとな、ね、焚き木とかね、あとあれですね、お風呂炊いたりするときに、ね、ガスとかで炊くんじゃなくて、ね、こうやって、ふー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 っていうの、このふーって音が、フィンになったり、ファイヤーになったりしてるから、語源は同じだそうなんですよね。ここには書かなかったですけど、パパとかも、ね、なんか、ね、中国でもなんか、パパのことはパパって言うそうじゃないですか、確か。ね。英語でもパパとかね。ね、パ。多分、これは私ちゃんと調べてないですけど、要は、初めて話すような、ね、子供。ね、赤ちゃんですよね。赤ちゃんって、ちゃんと喋れないから、最初に言うのは、
みたいな音なんじゃないですかね。うちのね、これなんで言うかっていうとですね、うちの娘、初めて喋った言葉が、だパパって呼んだわけじゃないんだけど、パって言ってたの覚えてるんですよ、本当に。これが一番多分最初に発音しやすいんじゃないですかね。そこから来たんじゃないですか。これ調べれば多分わかると思うんですけど、ね。ちゃんと調べてから喋れよっていう話はあるんですが、今日はちょっと時間がないので、なんで時間がないのかっていうのはまあ置いといて、ね、とりあえず、はい、これは私の都合なんですけど、ちょっと軽い感じの動画を撮ってみましたってことですね。はい、そのまんま単語。他にもあると思いますよ。あったら教えてください、ね。私も忘れてたやつがあったらまたさらにアップしますんで、今日はそのまんま単語集を紹介いたしました。はい。佐々木塾塾長でした。まあ、ちょっと良かったと思ったら、いいねを押してもらったりとか、いいね、いいねじゃない、なんて言うんでしたっけ、グッドボタンって言うんですか、こういうやつ。ね。を押してもらったりとか、あとは、チャンネル登録もししてなかったりしてくれると、本当にね、単純に私が嬉しいんです。はい。よろしくお願いします。はい。ではまた、ね、いろいろ大変ですけどね、頑張っていきましょう。佐々木塾塾長でした。